40過ぎても結婚しない男の主張自由がなくなるだけ。結婚は足かせでしかない。仕事と趣味に生きる40代絶食系男子。村田瑛太さん、かな、41歳。職業 IT コンサルタントスラッシュ年収750万円。八王子市近郊のワンルームマンション。まるで学生の一人暮らしのような部屋に、40代とは思えない爽やかな風帯の村田さんが迎えてくれた。23区内に住んでいたんですが、取引船の関係で引っ越してきました。退社が毎日夜の11時くらいになるので。別に強制じゃないですよ。仕事が好きなだけです。聞けば、20代の頃から仕事の虫で、今までに2人の彼女ができたが、あまりに仕事を優先させるので続かなかったとか。コンサルタントで海外とも取引します。NBA が大好きなので、アメリカ出張の時は現地観戦できて楽しかったなぁ。それに比べて彼女や結婚って、自由がなくなるだけじゃないですか。気楽に海外赴任とかできなくなるし。30代前半で付き合った彼女に結婚をほのめかされたが、面倒くさいと聞かぬふりをしたという。現在の貯蓄は3000万円で、将来の不安はないと胸を張る。仕事さえ続けていければ、困ることはないと思います。それよりも女性と同居することで、仕事の時間だったり、趣味の時間だったり、生活リズムが変わることの方がストレスですね。既婚者の友達の愚痴を聞くと、相当我慢してるし、その度に一生、独身でいいやという思いが強まります。既婚者の愚痴を聞き、結婚に価値を感じない人は確かに多い。